どうもフラックです。最近1回のガチャ代約5万ほんと高すぎなんですよねまあそんなこと置いといてね、今日のガチャはですねこちらです。常夏島の女神たち、こちらの武器生成をやっていこうと思います。で今回なんですけれども、水着レナスと水着アーリー、水着シルメリア、まあ3女神ですね、3女神の水着が手に入るみたいなんで、こちらのガチャをやっていこうと思います。新しいキャラクターですね、一応。はい、ちょっと時間もあれなんで早速引いていきましょう。今回の目標は一応レナス、アーリー、シルメリアのオーブが取れればいいかなと思ってます。オーブまで、まあ、全部ですねで最低限目標を設定しておくと、レナスがオーブまで、それシルメリアとアーリーは一旦オーブ取れなくても我慢します。はい、まあ、一旦そういうところでガチャを引いていきましょう。はい、まずですね、今回は銀ガチャから引いていこうと思います。なんでね、ちょっとスピードアップしてガチャ引いていきましょう。まあ、いつも通りスキップすると思いますじゃあ行きましょう。22枚で、あ、1個、よしよし、銀ガチャでとりあえずアーリーオーブゲット、アーリーのアーティファクトゲットです。よし、まず1個、幸先はいい、幸先はいい。じゃあね、本体の方をやっていきましょう。こちらです。じゃあまず、11連からやっていきましょう。てか全部11連だったから数えやすいですね。じゃあ1ステップ目からいきましょう。今回一応100連以内には収めたいんですけどね、どうだろう。一応一発目から星6切ったけど1個、だなここはまあ無断に通れですね。ゴミです次行きましょう。じゃあ2ステップ目です。来いよ来いよ。とりあえず星6は確定してるんで、何個出るかが勝負なんですよね今回から。1個かよマジかー。やっぱりガチャってテンション上がりますよね。楽しいっす、ほんと。ジェマ、いらないねジェマ60レベルぐらいまでいったんじゃないかな、これで。3ステップ目、気が楽。もうここ全部ここの先からにカットしちゃってもいいかもしれないですね。2個ですね。1個、1個、2個って続いてます。あんまり数出ないんだよな。エニグマ、やったー。エニグマ欲しかったんですよ。これだけ結構スキル間じゃないっていうね。今これでスキルレベル2です。やっとだ。もう1個、大抵の剣、これ65いくぞ。今多分60ぐらいなんで、って言いつつもう次のステップです。あ、今何ステップだ。今もう70連ぐらい多分引いてるけど、星6 1個、なんか星6 3つとか全然出ないんですけど。ワスタティオー、ワスタティオーホール、13個目貫突してんのに13個目って。はい、武器庫整理してきました。今何連かもう忘れちゃいましたけど、まあ、続き引いていきましょう。何連かはね、一応右上に載せておきますんで、もう、覚えられないんです。やり3個はほんとね、とりあえずありがたい。星6また1個だよ。少ないなぁ、ほんと。今回かなり渋いっぽいですからね。どうなるか。
ナダコルタール。次行きましょう。まずいなぁ。5個来た。カットしまくってたら5個来た。アブソルト。次。何が出るか、ヘルブリンディ。いらない。次。ここ、バロッツァさ、もう絶対的にいらないんだけど。もう、あと2個。待って、5個出てさ、アーティファクト1個も出ない。ボーパルシェードもいらない。冷静に来た。まずレナス。レナスとアリが来ましたね、ここで。まずは2個です。一応天井が、一応150連なんで、まあそこまでは行くかなとは思います。まあ続いていきましょう。そこまでね、全部オーマーで揃っちゃえば、こっちのもんなんですけどね。4つ!いい、いい、流れ良くなってきた。かなり流れ良くなってきた。ここ。ロスバイス。なんかロスバイス率上がってきてない?いらないんだけど、今更感なんだけど、次。おー、セシルト。セシルト久しぶりだね。これで2本目スキル間じゃないかな?いらない。次。あ!来たー。目標はとりあえず OK ですね。レナスオーブまで揃えたかったんで、とりあえずレナスは確定で OK です。あとアーリーとシルメリアですね。次行きましょう。今回、もう終われる?マンティダへ!マンティダへスキルまで45レベですね。2本目が。2本目が。はぁ。次行きましょう。そろそろシルメリアが来てほしいんですけどね。アーリーとりあえず出てるのがありがたかったかですね。まあまあまあ、悪くはない引きだと思います、今のところ。10連だとアーティファクト2つですけど。あー、大抵の剣、65もういってるんですよね。これ余りになります。あー、マジかよー。とりあえずもう何も言わずガンガン引いちゃいますね。ここが4つ、これ熱いぞ、これ熱い。シルメリア、シルメリア。全然違う。全然違う。シルメリアが、来たよ。え?おい!今回もう終わりでいいんじゃないか?これ、今回勝ったぞ。今回勝ちだよ、これ。150連、マックス150連で終わり。やったー!もう安心してる。安心して引ける。で、今、一応、何個引いたんだろう。お!今、所持が9枚なんで、あと6ステップ引けば、OK ですね。なんで、一応天井まで引いちゃいましょう。とりあえず、ここだけ行きましょうか。世界に満ちる力。ここ何でもいいんだよね。うん。ゲルニカ、どうでもいいですね。よし、あと6ステップ引いて、確定アーティファクトを取りましょう。取りに行きましょう。なんで、あと6ステップ分引きます。はい。課金と武器個性終わりました。じゃあ、残り6ステップ引いていきましょう。もうサクサクっていきますよ。術はもう本当いらないんですよね。ワスタティオ。え？君何本来るの？もうさ、君3本目って分かってる？もう貫突2本いってるんですよこれ。ひどい。
マスタチオいらないよですが、日光何が出るか。アーリー、ホープじゃん。やった。あとじゃあシルメリア来れば完璧ですね。いい、これいい。きた。シルメリアはちょっと難しそうだけど、まあ十分でしょう。シルメリア出てくれればオッケーなんだけど、ジュラーレ今更出るの？まあ、次ちょっとアーティファクトのなんか見た目に似てるからやだな、綺麗だし。次ラスメニーナス、久しぶりだけど、久しぶりでもないか、いらないね。うん、次ラストハラーラー、ラストサムライみたいになっちゃったはい、まあね、一応ここでアーティファクトチケットができたので引いていきましょう。ここでシルメリアが出ればもう私は150連で全部揃えたってことになりますね。150ではないか、200近いけれども、まあ、それでかなり万々歳な状態にはなりますが、提供割合見てみましょう。3分の1です。ガーベラの花飾り、こちらが出ればもう勝ちですね。じゃあ引いていきましょう。ラスト、正真正銘ラスト、シルメリアお願いします。なんでヤリーコなんだ、ヤリーコっていうのすごい気になるんだけど、最後ここ、アーリーで終わったー、かぶったー。まあいいでしょう。はい、一応ですね、武器庫整理してアーティファクト、こんな結果になりました。一応アーリーのアーティファクトが3つで、シルメリアが1つ、レナスが2個ですね。なんでシルメリアだけ揃ってないですが、かなり十分かなと思います。一応レベル1の星6武器は散在してますが、これは全部余りもんですなんでね、一応武器コレクションの中に入れてこうかなと思います。ではね、今日の動画はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。はい、今日の動画いかがでしたでしょうか。もしね、動画楽しんでくれたよっていう方は、右下の方のチャンネル登録のボタンをポチって押していただけるとすごい嬉しいです。で、次の動画とかも、左側にあるんで、もしよかったら見てください。バイバイ。